えのきじょうじのぐるるるばん開運御朱印巡り、京都清明神社参拝の巻。全国の御朱印層の皆さん、こんにちは。えのきじょうじです。いやー、前回の動画でなんと100回、そして、番外編の動画を含めるとなんと105回、続けてこれました。皆様のおかげです。本当にありがとうございます。でね、今回は、京都。京都いいですよね。京都大好きなんですよ、えのきじょうじ。それでね、今回なかなか京都って行けないじゃないですか。スタッフのテルさんがですね、今回京都に行くっていうことなんで、えのきじょうじの大好きな清明神社の VTR を撮ってきてくださいました。ありがとう、テルさん。ということで、VTR の方をご覧ください。どうぞ。清明神社。京都は上京区清明町に鎮座する平安時代中期の天文学者にして最強の陰陽師安倍の清明公が祀られている神社。創建は寛弘4年、西暦1007年に清明公の偉業をたたえた一条天皇の命により、その御霊を鎮めるため清明公の屋敷跡である現在の地に社殿が設けられた。創建当時は東は堀川通り、西は黒門通り、北は元西岸通り、南は中立売通りと、その敷地は広大であった。ところが応仁の乱の後、豊臣秀吉の都造営や度重なる戦火によってその規模は縮小され、古書宝物も散逸し、社殿も荒れたままの時代が続いたが、氏子らが中心となり整備改修が行われ、現在では多年の宿坊だった堀川通りに面する境内地が拡張された。最近では文芸、漫画、テレビドラマ、映画などを通じて知られるようになり、あの氷上のプリンスことフィギュアスケートの羽生結弦選手が平壌オリンピックで清明公を演じるなど、こういうこともあり全国にその崇敬者を集めることとなった。当社御祭神の安倍の清明公は第8代光源天皇の御子である大尾子の御子の子孫にあたり、幼い頃より非常に多くの道に秀でており、特に天文歴学の道を深く極め、式神を思いのままに操る霊術をも身につけていた。その力を天皇、貴族、庶民に至るまで広く悩みや苦しみを取り払う行いをしてきた清明公は、生前より大きな信頼を受け、神となった現在もその信頼は変わることはなく、魔除け、厄除けに絶大なご神徳を得られると言われている。今もなおその時代の風景を多く残しているこの京都。この地より清明公は今でも人々を見守っている。はい、いかがだったでしょうか。いやー、いいですよね、清明神社。もうね、本当に素晴らしいと思います。もうね、このね、清明神社のその直にこの空気をね、味わいたかったんですけどね、何分遠いですからなかなか行けなくてね、今回は本当にテルさんに感謝。安倍の生命って言えば、
陰陽師じゃないですか。だから陰陽師もね、なかなか映画とかになったりとかしてね、安倍の生命役をあの野村萬斎さんとか、あとは稲垣吾郎さんとか演じて、結構今知られるようになったじゃないですか。まあ、榎木常治ね、結構以前からこの生命神社っていうのも気になっていて、一度行ってみたいなと思ったんですよね。ここの御朱印もなかなかのものでしてですね、これがね、見てください、ここに生命神社って書いてありますけど ね、御朱印帳、ここにほら陰陽師のマークですよね、この五芒星が描かれている御朱印帳、そしてこれが生命神社の御朱印です。いいでしょう。これね、実はてるさんからお土産でいただいたんですね。本当はね、こういう御朱印っていうのは自分が行っていただいてくるんですけども、これだけはもうお願い、もうどうしてもお土産で何が欲しいって聞かれた時に、生命神社の御朱印帳って言っちゃったんですね。いただいちゃいました。あとね、これ、わかる？これ。これです。わかりますか？これも、お守りなんですね。これ、魔除けのお守りで、これ、ペンダントになってるんですけども、これもお土産でいただいたんですね。もう大のお気に入りです。もう陰陽師になった気分でね、毎日過ごしておりますけどね、陰陽師。まあ、そういうわけで、機会がありましたらね、ぜひ皆さんも足をお運びいただきたいと思います。こちらはですね、魔除け、厄除けにはもう最も強いご神徳があると言われてますんでね、ぜひ足をお運びください。えのきも絶対に行きたいと思います。それでは、どっかの神社でまたお会いしましょう。ぐるるる、バーン。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。Twitter、Instagram もやってます。詳しくは説明欄をご覧ください。